しようかな、どうしようかな。さあ行くわよ。さあ行くわよ。どうしようかな。さあ行くわよ。さあ行くわよ。せるの？森に帰らせてもいいかな？何をさ森に帰らせてもいいかな？何も起こらないといいけど。何かいるよ。
ようかな。よし。明日は結果発表ね。大丈夫、私の5年間は無駄じゃなかったよ、きっと。来たわね、マルローネ。私の結果は？マルローネ、あなた、町であなたが何て言われているか知っているかしら？いいえ。嫌な予感。突撃隊長、火の玉マリ。そうそう、爆弾娘なんてのもあったわね。ひどーい。それじゃまるで私がどうしようもない暴れん坊みたいじゃない。どうやらあの魔人を倒したからでしょうけど、町の救世主にしてはひどい言われよね。でもまあ、あなたの普段のガサツな行いを見ていると
無理もないわね。そんなに私ってひどいのかな。試験は一応合格にしました。5年間よく頑張ったわね。それからね、アカデミーがあなたの肖像画を用意することにしたのよ。どうしようもない暴れん坊でも一応町を救ったのは事実ですからね。嬉しいでしょ。ちょっと複雑な気分。でもね、ずっとあなたを見ていて感じたの。あなたの進む道はもっと別のところにあるんじゃないかって。もっと才能を発揮できる道が他にあるんじゃないかって。もしかしたらあなたがアカデミーの生徒だっていうこと自体がそもそも間違いだったのかもしれないわね。錬金術師を目指して田舎からやってきた一人の少女がいました。おてんばでそそっかしいその性格は、いつしか彼女を錬金術師ではなく戦士や冒険者と呼ばれるものへと変えていきました。魔人を倒し町を救ったマルローネ。この後も彼女はずっと騒動を起こし続けます。がそれは別の物語。町中を騒がせ続けた少女マルローネのこれはもう一つの顛末なのです。